オスカン・フレンツェルはドイツの画家である、家畜のいる風景画を描いた。ベルリンで生まれた。版画家になり、版画家の仕事の傍ら、1879年からベルリン美術工芸学校の夜間コースで動物画や風景画を学んだ。1884年から1889年の間は、 ベルリンの美術アカデミーでパウル・フリードリヒ・マイヤーハイムやオイゲンブラヒトに学んだ。1889年に仲間の画家、パウル・ミューラー・ケンプ海沿岸の漁村アーレンス・ホープを発見し、アーレンス・ホープは多くの画家が訪れ風景を描く場所となった。ベルリンの展覧会で賞を受けた後、1896年の国際美術展で金賞を受賞した。 1898年にベルリン分離派の創立メンバーとなり理事会のメンバーとなった。1902年に分離派を脱退し、1904年にプロイセン美術アカデミーの会員となった。フレンツェルの作品はベルリンの旧国立美術館やミュンヘンのノイエピナコテークなどに収蔵されている。ありがとうございます。